和ズのの壁は、中国の春秋時代、戦国時代の古事に現れた名曲。反飛行及び四季に記される。連城の壁とも称する。その国にいた、弁和という人が、山中で玉の原石を見つけて、その霊王に献上した。霊王は玉石に詳しいものに鑑定させたところと、ただの雑石だと述べたので、霊王は怒って、弁和の左足を切断する刑を下した。 霊王没後、弁和は同じ石を武王に献上したが、結果は同じで、今度は、右足切断の刑に処せられた。文王即位後、弁和はその石を抱いて3日3番泣き続けたので、文王がその理由を聞き、試しにと原石を磨かせたところを名玉を得たという。その際、文王は、不明を浴び、弁和を称えるためその名玉に、弁和の名を取り、和氏の壁と名付けた。 その後、宝玉は、長の慶文王の手に渡り、旗の小女王が、治療にある十五の城と交換に入手しようと、持ちかけられた。しかし、旗が信用できるかどうか悩んだ、慶文王は異想女を旗に送った。命をかけた異想女の働きにより、約束を守る気のなかった明女王から壁を無事に持ち帰ることができ、壁を管することができた。少しの傷もない。 完全無欠なことを完璧と称するのはそのためである。また、15条もの価値がある壁だと、連城の壁と称されるようにもなった。ありがとうございます。